はい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。おー、新幹線が停車中。この側面がもう丸っこくて恵方巻きみたいな形してますけれども、東海道じゃねえや、山陽新幹線こだま号新大阪行きです。かつて子供の頃見た図鑑で、新幹線のぞみ号といえばあの500系でしたが、今では引退してこだま号として山陽新幹線で活躍中。さあ本日来ているのは大きい JR 西日本のマーク、岡山駅に来ております。岡山といえばやっぱりパッと出てくるのは桃太郎ですかね。桃太郎伝説誕生の地として知られていますが、桃太郎が動物を釣るために使うあのきび団子のきびも、あのきびっていうのがもともと岡山県、それから広島県の地名で、歴史の授業で勉強しましたけれども、あのきびのまきびとか、あのきびさんっていうね、きびが名字になっているあの歴史上の人物なんかもいると、そこから由来してきび団子というらしいですね。さあ余談はさておき、今回乗車をしていくのはこちら路面電車。すげえカラフルな路面電車が停車していますよ。何これ、路面電車っつったらなんか四国の松山とか高知とかすっごいレトロでオンボロのやつが走ってるイメージなんですが、なんかディズニーランドとかユニバとかで走ってそうな、なんかプーさんみたいな顔をした路面電車がやってきました。何これ、チャギントンって書いてありますね。なんか韓国人みたいな名前してますね。ペヨンジュン、イビョンホン、チャギントン。さて今回はもう市と隣り合わせのめちゃくちゃ危ない駅に行きたいと思います。駅というよりも電停、あの普通の鉄道は駅って言いますが、こういう路面電車の場合は駅ではなく電停とか停留所っていうらしいですね。今回乗車するのは先ほどもご紹介した岡電、岡山電気軌道、岡山の路面電車ですね。路線図をざっくりご紹介しますとこんな感じになっておりまして、岡電は合計で2路線、あの東側の東山公園の方に行くのが東山本線で、それから少し南下していくのが正規バス線、この2つによって構成されているわけですね。路線図もシンプルで結構あの分かりやすいというか理解しやすいような路線網になっているわけです。さっきのチャギントンを見てからだとなんかギャップがすごいですね。こっちの方はいかにも路面電車らしい歴史のありそうな電車が入線をしてきました。この列車は東山行き、今回は東山本線の方に乗車をして、さらに東側の方に向かっていきます。さっきのチャギントンはあのどうやら調べてみると、これテレビアニメみたいな感じで機関車トーマス的なやつですかね。あの列車に顔面がついてなんか擬人化するっていうアニメ、令和の機関車トーマス的な立ち位置でしょうか。さあ岡山駅前の電停を出発、本当に車と並走するような感じで路面電車は東側の方に進んでいきます。皆さん路面電車っていうとどの地域を思い浮かべますでしょうか。真っ先に思い浮かぶのはやっぱ東京都に住んでる方であれば都電荒川線、あとは東京からも近くて最近あの某2期の影響であの話題になった江ノ電とかですかね。ちなみに僕も最近行った四国の高知県にある土佐電、土佐電気鉄道なんかは日本一の路線網を誇る路面電車としても知られているわけですね。に対してこっちの岡山電気軌道の方は割と路線網はシンプルで結構初見さんでも覚えやすいような路線網となっているわけです。時速はだいたいこれも車と同じぐらいのスピードですかね。電車と比べるとやっぱりあのスピードは全然出せないので速達性は劣るといった感じですかね。お、そしてここで線路が何やら右方向に分岐をしています。この周辺があの柳川電停停留所があるところで、正規バス線とそれから東山本線が分岐をしているわけなんですね。こちらの列車はそのまままっすぐ東山本線なので東山方面に進んでいきます。おお、なんかさっき一番最初に見た路面電車と同じような感じで新しそうなやつも運転されてるわけですね。でこれ僕調べて初めて知ったんですけれども、この岡山電気軌道はあの明治時代1910年創業ということで、もうかれこれ120年近い歴史を誇る路面電車で、これ明治時代の創業期から社名を一度も変更していないみたいなんです。まあ確かになんか関東周辺を走る鉄道会社とかでもなんかもともと日本鉄道とか水戸鉄道とかそういうなんか私鉄を経て現在のあの JR 線になっている鉄道会社が多いんで、これは結構意外ですよね。車内はこんな感じで、まあ古そうにも見えるんですが、でもモケットとかは比較的新しいような感じもして、年号を見ていただくと昭和61年
1986年なので路面電車の中では、まあ、古いっちゃ古いですけども、そんなめちゃくちゃ古いっていう感じではなさそうですね。土佐連とか最近行きましたけれども、あっちの方では1960年製のやつとかも走っていたんでね、もう50年ものとかの電車が走っていたりしました。さあ、そしてここも一応電停になっているみたいですね。ここは城下という電停で、地図を見ていただきますと、これすごいですよね。もう道路の上に敷かれたので、もうぴったり90度近いカーブになっています。こんなのね、普通の鉄道はこんなカーブ進んだら脱線しちゃいますけれども、路面電車であれば、まあ、せいぜい1両2両、そして列車の長さも短いので小回りを利かせて、この90度近いカーブでもう難なく曲がることができるわけですね。窓枠、モケットもなんか独特、カラオケボックスにありそうな座席をしておりますが、さあここで岡山電気軌道の電停の様子をご覧ください。これ停留所ですね。ここら辺も両方道路に挟まれてるんでスペースは少なそうですけれども、でもやっぱり人間が乗り降りする電停なので、その安全性を確保するためにちゃんとフェンスが敷かれていて、こう本当にね、鉄道みたい、駅名表も描かれています。そして注目すべきはこれ、自社式信号機の横左側に黄色くね、電車と書かれた信号機が用意されているわけですよ。いやー、これは新鮮ですね。普通の車の信号機の横に電車用の信号機がぶら下がっていて、でこの表示がもうちょいで、はい、点灯しました。こうなると列車が進むことができると。岡山駅の東側を流れる旭川を渡ると少しまた交通量が少なくなってきました。さあ、もうそろそろ今回のお目当ての駅が現れるはずなんですが、車窓前面展望を見ても駅らしいものは一向にね、こう見当たらないわけですね。あれ、これ駅間が結構長いのかなと思ったら、いきなりなんかここで路面電車が停車、変なところで降ろされてしまいました。あ、分かった、これ利用客が少ないからこっちの末端区間の方は好きなところで降りれるとか、そういうノリなんでしょうかね。ただですよ、これ頭上を見上げると衝撃的な光景が目に入ってきます。これコバーシーと書いてあります。東山行き電停注意。そう、この何の変哲もないただの道路上で降ろされたこの地点はなんと駅電停だったわけなんですね。一体どういうことなのか。これ電停の方を眺めてみますと、いや確かにこれ駅らしい姿がないわけですよ。何も構造物が立っていませんと思ったら、これ車がその上をバンバン走行していくんですが、なんかこれすごい細長い駐車場みたいなスペースが確保されているわけですね。しかもこの緑とオレンジのスペースは線路挟んで反対側の方にも、あのこの道路上にペイントされているわけです。そう、これが駅、これこそがあの小橋停留所、この岡山電気鉄道東山本線の駅なんです。いやー、こんなの見たことありませんけど、上信号が青になると車がどん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 とこの上を通過していくので、あの下手にこの敷地内で待ってたら車に轢かれそうになりますが、果たして本当にあの路面電車は停車するんでしょうか。ちょっとその様子を見てみましょう。ちょうどこの小橋停留所の由来となっているのは多分この正面の橋でしょうね。小橋という橋がありまして、さあ、なんかハロウィンみたいな電車がやってきました。そして僕の後ろにあるのが駅、まあ、ただ次止まりますのボタンを押さないと路面電車通過なので、手前が下り列車通過していきましたが、うわうわすげえ、ちゃんとこれ上り列車ここで停車をしていますよ。後ろの車たちがですね、こう邪魔だなこの子というようにこうはけて通っている様子がよくわかります。ただこの小橋停留所で降りている方の様子は見受けられず、そうこれあの横断歩道がある通り、ここ正面橋の入り口のところに信号があるわけですね。路面電車もこのようにして車と同じく信号待ち、信号が青になるのを待っています。こちらの様子ね、車、車道とそれから線路の間、本当にわずか 1.5メートルぐらいですかね、その隙間に設けられているのがこの小橋停留所ということになります。一体
なんでこんなことになってしまったのか。もうこれ理由は明確で、すでに通っているこの車道の真ん中に線路を設けたので、スペースがなく仕方なくここに道路の真ん中に電停を設けているらしいんです。ただこのようにあの車道側、道路の端っこに小橋電停待合所、これ待合室のようなものが、あの個室ではないんですが屋根が設けられていて、お客さんが乗り降りする際、電車を待つときはこの狭いスペースで待って、で電車が来たらあのこっちの危ない停留所の方に移動するみたいです。一応この岡山電気軌道自体歴史があって、1910年代に開業ということで、この小橋停留所も実は1923年、この大正12年に開業していて、もう今年で100年になるみたいなんですけれども、100年間本当にこのままなんでしょうかね。もしかしたらあのこの車が運行していない時代、通行量がもっと少なかった時代はホームのようなものが設けられていたかもしれないんですが、いつからこんな危険な駅になったのかは真相は定かではありません。これ実はですね、2001年にこの枠内で待っていた高校生の集団に車が突っ込んで、で多数の負傷者を出してしまうという、そんな悲惨な事故があったわけなんですが、改善はなされておらず、まあ、どうもこれスペースの関係で駅のホームを設置することができず、それならいっそのことこれ単線にしちゃおうぜという計画も持ち上がったらしいんですが、まあ、ただ今でこそ誰も立っていませんが、ラッシュの時間帯は結構ね利用者が多いみたいで、まあ、単線だとラッシュの時間帯人をさばくことができず、それもちょっときついよねということになって、このまま放置をされているみたいなんです。もう容赦なくこの安全地帯の上を車が通過していきます。僕はあの免許を持ってないので分かりませんけれども、これ初めて岡山に来た人がこれ車運転してたら、これ駅だっていうこと分からずにこんなところに人が大量に立ってたら、いやお前ら何してんだボケと、いたずらでこれ人が道路の真ん中に立ってんのかと勘違いしてしまいそうになりそうだなと、そういうふうにも思いましたね。でもこれしっかり信号の手前にこの電停が作られたというのは、まあ、結構合理的なのかもしれませんね。これ信号が青の時とかに列車を停車させたら、あの後ろからやってくる車とか突っかえちゃいますからね。もしかしたら意図的になんか信号が赤になるタイミングとかで電車を止めるようにあの信号機をいろいろ設定しているのかもしれません。いやこんな駅ね、あの人が多い東京とかあの首都圏では見ることができないんで、結構面白い光景見ることができましたが、実はこの駅立て続けにこう連続しているわけです。この駅名面白いですね。中納言、中納言、小納言、大納言とかって日本史で昔勉強しましたけれども、ここは一つ先の中納言駅、ここも見ていただくとほら全く同じ感じなわけですね。しかもこの中納言駅はある意味あのさっきの小橋駅よりも立ちが悪くてですね、地図見ていただきますと、もう90度を超えるような鋭い角度でのカーブになっていて、しかも信号機も何もない、ただ横断歩道があるだけなので、結構これは危ない、あの視界不良の中路面電車が通行することになりますからね。やっぱりこれ注意書きがなされていて、あの中納言とそれからさっきの小橋駅停車する前はあの車にご注意くださいっていう注意を喚起する放送が流れるみたい。こんな感じで電信柱にはあのよくある広告の看板が掲載されていますが、それと同じようなノリでこの中納言と駅を表す看板が表記されています。いやーこれ下り列車の場合はもうすぐカーブで死角になってるんで、
めちゃくちゃ危ないですね。やっぱりもう電車が来たタイミングでお客さんがすっと移動して、安全地帯の方、駅の方に入って電車に乗ると、ちょうど今来る路面電車と車の中間にある点線が車道とそれから鉄道路線の境界だと思うんですが、これだけ見ると真ん中にスペースはありません。ただここに駅があるんですよ。もう無理やり車道側にこう寄せるような形で駅が設置されてるんで、ほらもうこう車が容赦なくその上を乗っかって走っていきます。なのでここ東山行きの電車に乗る方がいれば、こう一旦車は電車の後ろで停車をして、お客さんが乗るのを待ってから出発と、そういった形が用いられるんでしょうね。この四角からいきなり、うわー、いきなり飛び出してくるんで結構迫力ありますけれども、まあでも電車みたいにそんなに速くはないんで、このスピードでぶつかったとしてもまあ死にはしないかなという感じですかね。新岡山城ラッピングの路面電車、かっこいい路面電車が運行されております。中納言電停っていう名前気になりますけれども、実際中納言の方がこの近くに屋敷を構えていたことから中納言という電停の名前になったらしいですね。小橋です。こちらの電停には降車ホーム並びに安全防護柵がございません。降りの際にはくれぐれも後方から来る自動車の動きにご注意。この電車はちゃんと注意喚起の放送も流れていました。電車にもよるんですけれども、この路面電車は2002年に製造されたやつで、おしゃれなこのボックスシートなんかも車内に搭載をされています。というわけで本日もありがとうございました。